YouTube 版釣り場ナビをご視聴いただきありがとうございます。今回は明石市にある明石新鳩の釣り場をご紹介いたします。釣り場の概要。明石新鳩は明石浦漁港沖合に位置する全長約550メートルの防波堤で、過去に一文字になっていた明石港、中、外港、南防波堤と現在のベランダ状になっている防波堤が結合され、明石新鳩の愛称で親しまれている釣り場です。この釣り場では両型のマダイやヒラメ、メジロやブリなどの青物やアオリイカなどの釣果実績が豊富なことから人気の釣り場となっています。すぐ隣にある明石川河口付近から L 字型に伸びるこの防波堤は、中央付近までは手すり付きの安全なベランダ護岸の形状で、家族連れにも安心で釣りを楽しむことが可能です。中央付近から灯台にかけては軽村状になっており、特に沖向きのテドラエリアは足場が不安定な場所もあるので注意が必要です。また明石海峡の潮流の影響を受けやすく、特に大潮の日は潮流が速くなるため、釣りを計画する際は潮汐表などを確認することが重要です。さらに明石海峡の潮の流れは干満により変化し、満ち潮に向かっての時間帯は明石海峡大橋側から姫路方面へ、引き潮の時はその逆の流れになります。特に灯台などの先端付近は明石海峡大橋方向に流れる潮が釣りやすく、河口付近のベランダは姫路方面に流れる潮が比較的釣りやすいです。潮がよく動く時間帯はテトラエリアからのジギングなどを楽しまれる際、潮の流れの状況を見て隣の釣り人とライントラブルにならないよう注意が必要です。釣れる魚種、明石新鳩ではアジ、イワシ、サバ、スズメダイ、デラ、ガシラ、メバル、アイナメ、チヌ、ブレ、サンバソウなど多様な魚種が釣れます。5期目を狙えばカレイ、ヒラメ、マダイ、タチウオ、サゴシ、ハマチ、メジロ、ブリなどの大物も狙え、防波堤周辺でもヒイカ、ケイサキイカ、アオリイカなどの実績もある釣り場となっています。イカ釣りのシーズンになるとあちこちでイカ墨の跡が見られます。ここでは一年中狙える魚種が多彩なので、ご興味のある方はぜひ一度訪れてみてください。詳細については釣り場ナビ公式ページもご活用ください。これからもこのような釣り場を紹介していきますので、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。以上、YouTube 版釣り場ナビでした。ありがとうございました。